コンジョイント分析の例、アイスクリームの特徴に関する市場調査。コンジョイント分析とは、1980年代にアメリカで急速に発展して、多くの企業で活用されている調査方法。いわば、主にマーケティング分野で利用される実験計画法である。商品やサービスについて、顧客が望む要素は様々である。また、これらの項目は、 顧客の決定的な唯一これが決め手というものがある場合はほとんどなく多くの場合は複数の項目が複雑に絡み合っている。このコンジョイント分析は商品やサービスの持つ複数の要素について顧客はどの点に重きを置いているのかまた顧客に最も好まれるような要素の組み合わせはどれかを統計的に探ることも可能になる。事例として あるうどん屋のコンセプトを考えるとする。うどん屋の好みを左右する項目とその内容を考える。これがコンジョイント分析や実験計画法の原点であり、最も慎重かつ時間と労力をかけて策定する必要があるものである。分析方法の一つに直行表を利用する方法がある。直行表を利用することで全ての組み合わせを生成せずに、 少ないパターン数で実験可能である。パターンの数は、要因とその内容の個数にあった直行表を選ぶことで決まる。直行表の型に合わせて、要因とその内容を当てはめることを、割り付けと呼ぶ。直行表で生成したすべてのパターンについて、この店を利用したいかどうかを尋ねる。数通りの商品やサービスのプランが書かれたカードや、その仕様通りに作成した実物を提示し、 回答者の思考に合わせて、標点をつけさせる。その標点から各要因の思考下を求める。回答は、1から18番目の順位をつける方法や、10点満点で点数をつける方法、3段階などの回答方法がある。好みを左右する項目とその内容という具合である。このように、1項目2つの内容7項目3つの項目は、 L18 直行表に合うように、要因とその項目を考えたものである。要因とその内容を考える場合は、直行表の方に合うような個数を考えたい。なお、要因のことをアイテムとも呼び、要因の内容の項目のことを水準、またはカテゴリーと呼ぶ。コンジョイント分析では、目的変数 Y を人間の思考によって与えられるため、コンジョイント分析は、 心理測定と同じような方法で設計される。統計分析の本質は中回帰分析や数量化理論イ類などと同等である。市販の統計解析用パッケージソフトや若干の分析用データを作る作業を伴うが、マイクロソフトエクセルなどのツールがある。標点をつけさせる際は単なる好みではなく、実際に購入したいかなど、実際に合わせた問いかけで判断させる方が良い。 複雑な計算を要するステップは、なるべく機械化をすることが肝要である。計算のロジックなどの知識よりも、むしろビジネスで活用することを考える場合は、要因やその内容の策定や分析結果をもとに、商品やサービスの企画などにより時間を割くべきである。ありがとうございます。